けるか。よし。やはり。癒しの力を。キーラー、光よ。無駄だ。見せてやる。叩き切る。よし、この調子だ。落ち着いていこう。準備万端だ。いや、こうじゃない。キーラー、輝け。避けられた。貴族として責務は俺に続け。行け。こんなとこだな。よし、力が伸びた。また強くなったぞ。いや、なら、はあ、行こう。決める。続けて攻める。やるぞ。力を合わせて。
どう？聞いてないのか？王者の魂をここに。輝け。よし、敵の増援なし。先を急ぐわよ。これで片付いたみたいね。侵入者か。やってやるさ。かかれ。こうして先を急ぎましょう。協力頼む。頼んだよ。叩き切る。貴様。楽はできなそうだな。みんな気をつけて。無駄なことを。この力なら。うら。残り二つ。なかなかだ。成功するなら容赦くん。まだ倒れてないと。そこだ。あと一つ。俺を耐えろ。勝負ありね。あたしたちの勝ちよ。悪くないな。いい手応えだ。止まれ！
侵入者見つけたぞ。良いものを見つけたな。もらっておくといい。見つけたぞ。止まれ。まだ近くにいるはずだ。見つけたぞ。何をやる。見つけたぞ。見つけたぞ。止まれ。止まれ。
キャッ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 。これは役に立ちそうだ。敵を振り切ったわ。ひとまず安心ね。見つけたぞ。逃がしたか。さっき見つけたぞ。さっき止まれ。能力上昇。これは役に立ちそうだ。今拾ったもの使えそうだな。おお。どこにしようか。行こう。はっ。はっ。敵に見つかったぞ。注意しろ。さっ。今拾ったもの使えそうだ。キャッキャッカッ。使えそうなものならもらっとけよ。良いものを見つけたな。もらっておくといい。いけるか。行くぞ。嘘。どうやら。仕掛けるぞ。悪はただ。いや、ダメだ。使わせてもらう。助けてよ。大丈夫。くー光よ。確実に行こう。みんな無事か。ミオ、我々の結束は。これしき。敵の攻撃が来るわ。なんか重い。残念だったな。やるわね、ストロール。隊長が呪いにかかってる。攻撃が跳ね返ってくるからね。これまずい。敵の攻撃が来るわ。隊長の体力は諦めるわけには。回復が優先ね。やれ。隊長の体力が止まりました。輝け、この調子で。思い切らず。まいましい。これはありがとう。さて、どうするか。攻撃が跳ね返ってくるからね。使っておくか。呪い、この力で。残り2つ。次もよろしくな。まいましい。この備えで頼りにしてる。
に頼む。攻撃が跳ね返ってくるからね。先に行ってくれ。これが最善だ。光よ。安易に攻撃しちゃダメだよ。これで最後だ。その勢い。ここはひとまず。任せた。加減はしない。攻撃しちゃダメだよ。あと一つ。次もよろしくな。攻撃が跳ね返ってくるからね。助かったよ。貴族として先に頼む。呪いにキーラー。よし、いいぞ。また強くなったよ。よし、晴天。力が伸びたか。よし、いいか。そうね。どうする。素晴らしい。よし、あなたのうちにその輝きは。さあ、うん、興味深い。おお、いや、うん、だが、実は、しかし、あ、なるほど。共同研究と行こう。面白い。これはね、さて、重要な依頼だ。また会おう。
ようこそ。いや、気をつけて。守りに徹するぞ。落ち着いていこう。王者の魂をここに輝け。抵抗するな。力を一つに。これではダメだぞ。見えた。最善を尽くさないと。抵抗するなよ。いや、負けんか。熱っ。この力で光よ。ルイ様にあだなす奴らで。これが我が剣。そこ。あと一息か。追い詰める。いいぞ。そんなものこいつ。甘く見るなよ。そこだ。攻撃に気をつけて。王者の魂をここに。抵抗するなよ。こんなものこいつ。くらえ。抵抗するな。はあ。思ったより耐える。加減はしない。よし。そこだ。貴族として責務は。キーラー、取り押さえろ。こいつ、さ、こいつ来るか。ふっ、くらえ。倒しきれんか。まずいな。はあ、一緒に行こう。もっといい手が。行くぞ。よし。成長したか。よし。いいか。いよいよだな。ああ、行くわよ。気をつけて。死ぬ。
敵に見つかったよ。よし、一気に行こう。俺に続け。違うな。うら、キーラー、最後まで油断大敵だ。さすがだな。息よ、隊長。そこだ。はあ、王者の魂をここに。勝負ありね。私たちの勝ちよ。よし、次も自信を持っていこう。さらなる高みを目指す。敵は倒しきったみたい。しばらく安全よ。まさかここまで登ってくる者がいるとはな。諦めの悪さだけは褒めてやる。聖堂内は異常なほどのマグラで満ちていた。お前の仕業なのか、ゾルバ。私を知っているのか。まあ、ルイ様のご意向を考えればあり得るか。答えろ。あの異様なマグラの結晶、こんな場所に自然にできるはずがない。お前の仕業か。うん。ああ、強化結晶のことか。私はただできやすくする核のようなものを道に沿って置いたにすぎ。強化結晶？できた結晶を利用して道を塞ぐ仕掛けはさせてもらったがね。魔力の本質たるマグラとは粒子だ。あれはその数種類ある結晶の一つ。見入られたものすべてを狂わす魔性の石だ。
バカ。貴様がちょっと手出ししただけで、この異様な光景が自然に出来上がったというのか。それが今日か。マグラの流れの暴走さ。影響を受ければ、生き物も凶暴化し、何でも敵だと思うようになる。中には体が鱗のように硬化したり、骨格が歪んで別の動物のようになったりすることもあるよ。強化だと？貴様の狙いは何だ？王爵が欲しいだけじゃないのか？質問攻めだな。悪いが付き合いきれん。私にはやるべき大事な仕事があるのでね。おい、話は済んでない。君こそ私の話を聞いてなかったのかね。これは骨のかけらか。人揃いに満たなかったクズ骨の有効利用さ。せっかくだ、聞く耳持たぬ愚か者もここで材料にしてやろう。危ない、隠れろ。これじゃ進めない。どうする？一旦引き返そう。妥当な判断だ。安全な場所で対処を考えよう。腹は立つが仕方ない。一旦引こう。邪魔者に次々来られてもかなわん。見せしめに潰しておくか。来るなら来てみるがいい。ソルパペ、あれで王の絵を穴だらけにしたわけか。なんたる不敬な。ここまで来て足止めとはな。他に道はないし、あれを突破するしかないが。避けられないゆえ、防具だけでは全身をかばえない。何かいい手があればいいのだが。盾になるものを探すとか。盾になるもの。何か使えそうなものがあったか。ルイの絵だ。ルイの絵。なるほど、それは名案かもしれないぞ。ルイの肖像画を盾に使えば、さすがのゾルバも撃てないんじゃないか。たかが絵だぞ。ただの絵を自己満足のためだけにここまで運んだんだ。ルイを崇拝してる奴が簡単に傷つけると思うか。なるほど、試す価値はありそうだな。あ、貴様ら。それは。気にするな。持ち込まれたゴミを片付けるところだ。ゴミだと？貴様ら、蜂の巣にしてくれるな。いいのか。先にルイ様のご尊顔に穴が開くぞ。卑怯な。どの口が言ってんだよ。黙れ。何も理解していない無能どもめ。これ以上余計な時間は使えん。大事な用事があるんだ。だがルイ様の肖像を汚した罪は重いぞ。私を怒らせた。後悔させてやるからな。他人の罪をどうこう言えた身分か。死者までもてあそぶ下道め。このままあいつを追いかけましょう。けど、はっ、王女。攻める。いい感じね。よし、どうだ。このまま押し切る。体力を回復したら。念のため体力を回復しておく。よし、どうだ。一気に攻める。恐怖強化か。耐えてみせる。ほら。
なものか。ここで諦めるわけには。神王が決する日にまた一日近づく。行くわよ。